はい、超駅太郎です。えー、っとね、あのー、あれですよ。あのー、この、中出し親子じゃないわ、首刈り親子、母親のね、裁判の供述から見て取れて、なるほどなって思うことがあって、まあ、何回も喋ってますけど、今日は、あのー、この動機っていうのが、理由は、えー、自分の快楽と欲望にね、こう、父親も伴ってね、この、クラブに行って、 見つけた60代の男の人を見つけて、結局、それでホテルに誘ってそういう風になった。ねうん。だからもう、品だれかかってそういう風な行為をしてるのが、あの映像で映ってるわけじゃないですか。その後にそういう行為があった。で、そういう行為があったんだけども、結局、中、えー、出しされて、えー、しまった。 でそのアフターピルを使って、その妊娠しないように処置しているってこともわ、ね、かっている。どうやらそのことが、に、が、許せなく、で、えー、犯行に至ったんじゃないかという。単純な、なんか猟奇的なやれなんとかっていうよりも、そういうことなのかなって思えるような節がある。ね。うん。なんなそういうことかと。そういうことかと。ね、そういうことも母親は知っているわけですよ、全部。 でも、お嬢さんと呼んで、奴隷契約として、こうなっていて、で、すごい言い訳をとうとうとやってるんだけど、結果、ここって言ったら、この人、母親やっぱりおかしいのは、自分は母親としてどう責任を取るかとか、そういうことは一切研究ないんですね。うん。私はもう被害者というか、言わんばかり。だったら、怖かった、恐怖で支配されたって言えばいいのに、変な理屈をつけてるわけですよ。 まあそりゃこういう風だったらこうなるわなって。こういう子供が育つわなと。だから何にももうこの注意ができない。うん。父親も母親も。親の責任とは言わないですけど、まあ成人した子供がやったことなんで、親の責任とは言わないけど、これは責任があるとしか言いようがない。だったらもっとこんなことじゃなくて、えー、違う方法があったはずですよね。っていうのは、こういう異常性がある子供があることを、 なぜ公にできなかったかっていうことですよ。きちんとした、ね、医者に相談するとか。きちんとした医療に委ねるとか。医者に行くっていう発想がなかった。あ、なんだ、父親が医者か。ねそういうことですわ。ねそれを過信してしまってるってことですよね。しかも精神科医。ねえ。 こんなんでも慣れちゃうんだっていうことですよ。一番自分が狂ってるよね。うん。自分の娘に恋焦がれて、自分の娘にいいようにされて、最終的には運転手扱いされて、家にも入れてもらえない状況になっていく。ね。そんな父親を見て、この母親は情けないとか、どうなんだそんな父親に惚れていったのか、まだ気持ちがあるのか、この自分の感情を、 で、もう、嫌なら嫌だって言えばいいのに、うん、ここは不思議でならないところですよ。まあ最初から、ちょっと異常な事件であったことは間違いないんで、えー、しかも、この状況って、証拠隠滅的なことを全くしてないので、それはわかるよねって話じゃないですか。だって、首だけ持って帰って、 そんなもんすぐ身元もわかるし。うーん。あのー。これ、普通、金品取って強盗殺人だと無期懲役なんですよ。ねねこれ、お金目的で、例えばスマホだとか、金銭持っていったら、問答無用で、強盗殺人、強殺、死刑、または無期なんですよね。だけど、 証拠隠滅のために携帯持ってったかもしれん。これ、強盗目的じゃないけど、首持ってく方が、やばくないじゃ <laughs>、首持ってった方のが、だけど、死体損壊とかじゃなくて、これ、強盗殺人じゃないのこれ。思いませんこれ。ちょっと、あの、えー、だって、や首持ってったら、刑が安くなっちゃう単純で殺人 冤魂で、えー、例えば性行為があって、中出しさせれたから、謝罪消してほしい、許せない。うん。で、じゃあ殺してやろうと。そうすると冤魂になっちゃうんで、冤魂になっちゃうんで、あのー、これって下手すら十何年とか、なっちゃうんですよ。で、えー、発覚しないように、 遺体を持ち帰ろうと思ったけど、持ち帰れなかった。なので、顔だけわからないように切り取りました。首だけは持っていけます。で、持って帰ったけど、普通だったら、それって早く証拠を隠滅して、なんか廃棄したいけど、いや、あのー、どうしようかと思ってるうちに、時間が経っちゃいました。それだったら、10年 ?20 年 ?15、六6年 なわけないよね。首持ってく方のが、首と、これ、1万円、2万円でも強盗殺人ですよ。そうすると、この人の首は1万円よりも価値がないのかって話になりませんか <laughs> うーん。なんか、最近になって、あの、被害者の人になんかすごくかわいそうだって思えない事件が多いですよね。まだこの、この1年前の、 この事件の時はそうでもないけど、どっかにこの被害者にみんな共感がなくてなんか可哀想に思えないっていうのがあったんだけど、ここに来て、えー、ね、ナス二体殺人だとか、えー、ユイガ殺人事件だとか、タワマム殺人事件なんかがあって、どうも殺された人になんか可哀想と思えない。今回のこれもそうなんですよね。なんか、あんまりなんか被害者の人に申し訳ないんだけど、 かわいそうと思えない。うん。いや、無言たらしいですよ。無言たらしいけど、うん。そんなんついてくから悪いんじゃないのって。そんなとこいい歳していってるから、いい歳していってるからっていうことじゃないけど、そんなようなことになって、そういうようなことをしてるからこういうことに巻き込まれる可能性はあるよねっていうふうに思わせられる。ですよね。なんか真面目でずっとそんな悪いことだって言うけども、 各方面のそういう界隈では、ああでもこうでもっていろんなことが聞こえてくると。いうようなことがここに来てね。まあ、なっちゃう。で、今こうやって話聞くと、うんその中出しがいいとか悪いとかっていう議論じゃなくて、やっぱりそれは良くないよね、みたいな。いいくらなんであったって、その否認はしましょうねとか、私ここが性暴力、性犯罪のすごいわかりやすいところだと思うんですこれだけ、 ね、凶暴で凶悪で、人を殺すことも厭わないような、女でも、ね、体格差に勝る男性には、抗うことができなかったっていうことを皆さんここは分かってほしいですね。え、ね、え、性犯罪、ね、かの有名な、日本を代表する何々さんが、何々さんが、どうこう会話でいろいろ物議をかしていて、いや、断られるだろうとか、嫌って言えるだろう、そんな無理やりって。ねえ、こういうことなんですよ。 女性は抗えないということの証明にはなるんじゃないかなっていう。一つのね。一つの例としてこういうことが。だけどもやっぱり、それは許せないと。ね。そこでやって、言えたかもしれないけど言え,言えなかった。これだけの、ね。これだけの殺人の器量がある。ね。これがもう許せなかった。父親に協力させて、えー、狂気を準備させて、ね。いとも簡単に、ね。ホテルの石で首を切断してしまうという。 見事としか言いようがない。もうこれは。ある意味。完璧ですわ。うん。短時間で。ね。わからないように発覚も遅れて。いや、まだ、だけど、もうそれはホテルの従業員からしても、驚きですよ、こんなのね。ねそれはわかりますよ。あっという間にう。ね。それが強盗殺人よりも、罪が軽いということでは、ちょっと、ちょっとですよね。さあ、この殺人に対してどれまでの休憩を打てるか。えー、ね、結局、後半が始まらないっていうのは、そういった意味でしょうね。 うん。で、父親の関与、私は同等、同等以上のような気がします、これは。うん。知っているんで、共謀共同制犯が完全に成立して、二人とも無きっていう形にしないと。まあ、父親には残虐行為はないと思います。だってね、えー、研修医の時に血を見てぶっ倒れるっていうようなことをやってて、なので、下界医じゃなくて、この、ね、こういう精神科医になったっていう話を、この、この父親の、 この、おさぶの父親がくっちゃべってるんで、ね、どうするんでしょう、あの人。ね、本当に。あれだけのこと喋っちゃって。ね、うん。で、まあ、このような状況になっていて、うん。でも、その娘には抗えず、言うことを聞いて、部屋はもうゴミ屋敷みたいで、居場所もなく、車の中で、生活するような、うん。 なんかこの、うんストーカーみたいになって、見張っていたんじゃないかっていう説もあるけど、ちょっとそれも違うような気もするし。うん。ねうん。まあ、収入はあるから、そのわがままを支えていくことはできる。うん、で、えー、ここうそうなんだよな。これ。 娘のエピソードっていうのはあるんだけど、そこまでの凶暴なエピソードっていうか、その間に捕まったこともないし、私は家の創作で、本当に小動物とかそういったような遺体だとか、その残骸とか、そういうものは出てくるもんだと思ってたんだけど、出てこないんですよね。一気にこれ30になってそこに行ってちょっと考えにくいんだけど、まあ、だから私が勝手にカテゴリーをはめてるだけのことであって、そういうね、うん あの、モンスターは時にして出るわけですから、まあただ、ね、それを皮を剥ぎに、浴槽にかけ、ね、それを越にして喜んでいたと。で、あの、この母親もですよ、ヒロコもですよ、娘の作品を見てくださいって旦那に言ってるようなね、こと言ってるので、ちょっと無理だと思いますけど、執行猶予で出てきちゃいますからね、この人ね。うん。だけども、 泣きながら私は悪くないと言っているっていうのを見て、これ母親じゃないんですよ、やっぱり。親じゃないんですよ。まあ、親、親という意識があったり、その人間として少しでも、この母親という意識があるのならば、こういう発言はどこからも出てこないんで、理由はどうであれ自分にも責任がありますとか、うん。あの、かばうようなことが一切出てこない。泣いて自分の、あの罪をね、あの、ないようにって言ってるだけっていうのはすげえな。 もうよほどこの高知生活に耐えられないんではないでしょうか。ね多分保釈申請、なんで身内の人保釈はしないか。まあ親族もこれで出てこられても困ると思ってるのか。ねその辺はよくわかりませんが。この、おさむの父親は何をしているのかというふうに。まあ、血縁じゃないので関係ないと。でもこの広子容疑者のね、親兄弟はいるんだろうし。 ここと関わり合いたくないと思っているのか。まあ、そりゃそうでしょうね、普通の。多分、こんな風な育ち方をすると、この母親が、まあ、その教育というか、どういう風だったかって、もう、押して知るべしで、ね。うん。なぜこの状況を何十年も30年間も続けられるか。だから、まあ、いわゆる病んでましたというには、あまりにもおさますというか、そんなことで済ませれるような問題じゃないですよね。結局、こうなってるっていうのは、うん ま、地域、社会にも、ぜ、もう、もう、恐怖を落とし入れて、このホテルにも迷惑かけて、ねえ。うん。まあ、初公判も一1年で、まあ、早い方か、これ。約1年で。11ヶ月。でも、父親と娘のやつはまだ進まない。多分、公判日も決まってないってことなんで、うん、長い、長い裁判になると思いますよ、これは。うん、でも、事実を争うとかないよな うん、だからどちらがどっちからに持ちかけたっていうことになるんだと思うけど、うん、ねえ、こんな恐ろしいことになって、笑,笑ってはいけませんけど。母親の責任な、なんで私、こう、娘をかばおうという気もないんですね、結局。私の、私の責任でこうなったとか。うん、そうじゃなければ、もう、ねえ、恐怖に支配されたって言えばいいものの、 下手な言い訳して、メモを読み上げて、ここが違いますって言ったって、そんなこと誰も聞きませんよっていう話なんですけどね。皆さんどう思いますかこれ。こういう結論っていうか、こういうことが分かってきて。まあ、殺害の内容っていうのは非常にね、残酷でね、ひどい話だと思います。殺害っていうかもう殺害しちゃった後ですよね。その死体をいたぶる、ね、なぶる、損壊するっていう行為は、人、人情な感覚ではできないんですよね。それがどんどん、え、ー 腐っていき、えー、異臭だったり、そういうする中でも、平気でそれをいて、そこの空間にいられるっていうことですから、うん。ちょっとそこは、ね。で、母親、私は知りませんでした。通らないと思うんですね、これ。うん。ね。母親の顔とかも、か、あの、出てくるようになりましたけど、うん。あの、写ってる写真とかが、 最初全然出てこないですね、この人ね。全然出てこないですね。社会性がないっていうか、全くなかったんで、どうなんだろうっていうふうに思ってましたけど、やっぱりおかしいんですね。うん。ねほんま状況です。皆さんのご意見とね、ご感想をね、よろしくお願いします。以上です。